いつもニコニコ現金払い。しかし、そんな現金もデジタル化されました。今では多くの人がキャッシュレス決済を利用していますよね。実は、キャッシュレス決済というのは、ここ数年で登場したものではありません。 デジタルグッズを使って日常を便利で快適に過ごせるように何か一つでもプラスになる情報をお届けしたい。そんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタル教室です。今回は日本のキャッシュレス決済の歴史についてお話ししましょう。 現金すらデジタル化して、いろいろな支払いができるようになりました。キャッシュレス決済は、最近始まったことのように感じるかもしれませんが、実はもっと古くからあるんです。現金を使わずに支払いができるようになった始まりは、クレジットカードが普及し始めた、 1960年代です。しかし、当時、クレジットカードを所有できる人は少なかったでしょう。そのため、多くの人が利用したのは、プリペイドカードです。プリペイドカードも最近のように感じるかもしれませんが、1982年頃に爆発的に日本で広がって利用されてるんです。 最もわかりやすい例で挙げるなら、公衆電話で使用できるテレホンカードでしょう。ここからしばらくは新しいキャッシュレス決済が出てきませんでした。これは、クレジットカードを所有できる敷居が低くなって、多くの人が持てるようになったためです。これに伴い、クレジットカードを使いすぎて、 支払いができず、カード破産をする人が増加するなど、社会的に問題提起されることになりました。ですから、キャッシュレス決済に怖いイメージを持っている人は、この年代の方が多いのかもしれませんね。次に新しいキャッシュレス決済の方法が登場したのは、随分と期間が空いて、 1996年になります。ソニーが開発した IC カード技術、フェリカを使用した電子マネー決済です。ですが、電子マネー決済はすぐに利用者が増加したわけではなく、2001年に JR 東日本のスイカに採用されたのをきっかけに、 交通機関の乗車券として電子マネー決済が広がりました。乗車券を券売機で購入することなく改札口を通過できますから、券売機の混雑を回避できるのは非常に効率的ですよね。この電子マネー決済の次に出てくるのが、1999年に登場したデビット デビットカードです。欧米では1980年代後半から普及してたんですけれども、日本での登場は随分と遅れてしまいました。デビットカードはクレジットカードとは違って、銀行口座の預金から支払うことになりますから、クレジットカードで分割払いが習慣化していた人にとっては、 あまり魅力を感じられなかったからでしょうね。そして、いよいよ登場するのが、QR コード決済です。今や街の至るところで見かける QR コードは、1994年に登場した技術になります。しかし、当初の QR コードの使われ方は、 ウェブサイトへアクセスするための手段でしかありませんでした。そこから決済ができるようになった始まりは2002年に NTT ドコモが日本コカ・コーラと伊藤忠商事と共同で開発した C モードなんです。最初は自販機を利用したプリペイド型決済で 日本コカ・コーラ運営の会員サイト、クラブ C モードで C モード専用のプリペイド型電子マネーが提供されていました。この電子マネー決済ができる自動販売機は C モという名称が付けられていたんですけれども、今ではマルチマネー対応自動販売機と呼ばれています。 現在当たり前になっている利用ポイントなどは、この C モードが始まりかもしれませんね。しかし、こちらも電子マネー決済と同様に、登場してから普及するまで時間がかかってしまいます。2016年頃から、コード決済サービスの運用が始まって、楽天や PayPay ペイペイ、 LINE などが次々に参入したことが普及のきっかけになります。さらに、2019年の秋に実施された、キャッシュレスポイント還元事業で、着実に普及が進みました。キャッシュレス決済なんて、使ったことあらへんし、使う予定もないわ。そう言っていた人も、 こうして振り返ってみると、意外とキャッシュレス決済をしているかもしれませんね。キャッシュレス決済は、ただ単に現金の代わりに支払えるだけではなく、ポイントが貯まったり、割引があったりと、何かとお得です。そして、2025年に開催される大阪万博。 こちらではすべての支払いにおいて、現金は使用できないということですから、万博に行く予定があるなら、なおのこと今からキャッシュレス決済に慣れておいた方がいいかもしれませんよ。 YouTube ポッドキャストではすでに配信しているポッドキャストを再編集した内容を配信しています。最新の内容は毎週木曜日のお昼12時に Spotify や Apple Podcast、Google Podcast などで配信していますからそちらでお楽しみください。YouTube 動画ではパソコンの使い方、ショート動画では IT やパソコンの用語解説、アプリの単価を配信しています。デジタル教室からあなたに、プラス、ワン。